キンベル美術館はアメリカ合衆国テキサス州フォートワースにある美術館である。1972年に実業家で熱心な美術収集家であったケイキンベル夫妻の私的コレクションをもとに設立された。美術館の設計者はルイスアイカーンでかまぼこ型のコンクリートボールとの屋根をいただいた細長いユニットがおよそ36の配置で並べられており、 屋根の頂部からの自然光が反射板に当たり、間接照明として館内を照らしている。2008年に建築家、レンゾピアノによる拡張が発表され、2013年に公開された。コレクションの代表作家は、ツッチョ、フラ・ンジェリコ、パルミジャニーノ、ジョバンニ・ベリーに、アンドレア・マンテーニャ、ミケランジェロ、アダム・エルソハイマー、 ヤン・ホス・ールト、ルーカス・クラナッフハカラバジョ、ティツィアーノ、カナレト、ジョバンニ・バッティスタ・ティエポロ、ニコラプス・サン、ジョルジュ・ドラ、トゥール、クロード・ロラン、アントワーヌ・バトー、フランソワ・ブーシェ、エル・グレコ、ディエゴ・ベラスケス、バルトロメ・エステバン・ムリーリョ、ホセデ・リベーラ、ジャン・ロレンツ・ベルニニ、フランチェスコ・グアルディ、ピーテル・パウル・ルーベンス、フランス・ハルス、ヤーコップ・ファン・ロイス・ダール、レンブラント・ファン・レイン、 フランシスコ・デ・ゴヤ、ジョシュア・レーノルズ、トマス・ゲインズ・バラ、ジョージ・ロムニー、トーマス・ローレンス、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー、アントニオ・カノーバ、カスパー・ダービット・フリードリヒ、フレデリック・レイトン、ジャンバティスト・カミー・ユ・コロー、ジャック・ルイ・ダビット、ウジェーヌ・ドラ・クロワ、カミー・ユ・ピサロ、ギュスターブ・クール・ベ、クロード・モネ、エド・アル・マネ、ポール・ゴーゲン、エドガ・ードガ、ポール・セザンヌ、パブロ・ピカソ、ジョアン・ミロ、 ピエト・モンドリアン、アンリ・マティス、ジョルジ・ュ・ブラック、ジェームズ・アンソール、エドバルド・ムンク。ありがとうございます。